はいどうもこんにちは、カジマックです。ここ最近カメラの動画結構上げてたんですけども、よくよく考えるとね、あんまり写真撮ってなかったんですね。僕の場合もともとカメラとか写真に興味があったわけではなくて、 YouTube に動画投稿するためだけにカメラを買ってたんでね、毎回お話ししてる通りカメラほんと素人なんですね。でもこの前今動画撮ってるこの G6 に単焦点レンズ買ったんですけども、それからね徐々にね写真に興味を持ち始めてます。で今日お盆休み最終日なんですけども、大阪でもようやく晴れ間が出たんで、近所をブラブラしながら写真撮ってこようと思ったんです。でもね考えてみたら、この G6 を持ち歩くためのカバンを僕持ってないんですね。でねちょっと迷った挙句、この G6 を入れるためのカメラバッグ購入したんですけども、まだ届いてないんです。なんでね今日はね、前にご紹介したこのオリンパスの XZ10、 これで撮影することに決めました。この XZ10 なんですけども、前に開封動画上げてるんですけども、その時紹介しきれてなかった機能が結構あるんですね。今回はついでにその機能のうちの一つであるアートフィルターをご紹介したいと思います。はい、それでは見ていきたいと思います。使い方はすごく簡単で、まずこのモードダイヤルをアートに設定します。そうすると11種類のアートフィルターが使えるようになります。はい、それではちょっと駆け足になるんですけども、まず普通に撮った写真から11種類のアートフィルターを全部見てみることにします。はい、いきますよ、せーの。はい、こんな感じに撮れました。はい、でこのアートフィルター実は動画でも使えるんですね。なんで今回はこのアートフィルターの中のドラマチックトーン、これだけを使用して近所ブラブラ撮影、略して金ブラしてきましたんでね、ちょっとご覧いただきたいんですけども、手持ち撮影の動画も多々使用してるんで、もしも乗り物酔いなんかに弱い方はね、すいませんけどもここで停止してください。ちょっとね僕自身編集してて酔いそうになったんでね、くれぐれもご注意ください。はい、それではいきますよ、金ブラスタート。
こんな感じになりました。こういうのって結構撮ってる方は楽しいんですけどね、大丈夫でした？僕みたいなカメラ初心者からすると、こういう思い切ったエフェクトのかかる画像が撮れるっていうことがすごく面白くて、ついつい夢中になって撮ってしまいました。もちろんこのカメラ、こういう飛び道具的な使い方だけじゃなくてね、 F1.8 の明るいレンズを活かした正統派で綺麗な写真を撮ることもできます。細かい設定もできる分ちょっと難しく感じるところもあるんですけども、いずれステップアップを考えられてる方にはおすすめできるコンデジだと思います。素人の僕が言うとあんまり説得力ないですけどね。で、そんな素人の僕がおすすめするカメラなんですけどね、残念なポイントもいくつかあります。まず一つ目は、前の動画でもお話ししたんですけども、このカメラ実はもう生産が終わってます。なんで今市場に出回ってるものでおしまいです。で、これあくまで噂なんですけども、後続機も出ないようです。で、もう一つ残念なポイントなんですけども、このカメラちょっと古いんですね。なんで Wi-Fi カードには対応してるんですけども、このカメラ単体では Wi-Fi とか NFC は対応してないです。なんでこのあたり必要とされてる方にはちょっと不向きなカメラと言えます。でもね、僕このカメラめちゃめちゃ気に入ってるんでね、もし気になる方いらっしゃいましたら下にリンク貼っておきますんで、ご覧になってみてください。で、他にもご紹介したいいい機能ついてるんですけどね、また今度の機会にしたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマックでした。はい、本日ご紹介しました XZ10 なんですけども、2014年8月17日現在、価格 .com さんでの最安値 14,600 円になってます。これね、ご自身の使用用途にぴったり合う方もしもいらっしゃいましたらね、今結構お値打ちのコンデジだと思います。